こんにちは、森えりです。はい、今日はこちらひろみさんプロデュースの V アップシェーパー EMS でございます。これね、あの全国のイオンとかね、家電量販店とか多分見たことあると思うんですけれども、すっごく気になってて、ながら運動ができちゃう優れものらしくて使ってみることにしました。私は今2週間使ってですね、結構あの結果が見えてきているので、もう早くも私はレビューをしてみようかと思うんですけれども、あのね、マジで変わった。あのサムネ見ました？皆さんサムネちょっと出すの恥ずかしいんで、あのサムネだけ見てくださいね。ちょっとサムネだけもう一回あのこんなどんなだったっけって見てもらえると分かると思うんですけど、去年のあの私の水着あんな感じでございました。でちょっとグラビアアイドルっぽく写真撮ってみみたいな感じで、イエイイエイイエイとかでやってたんですけど、あんな感じの、あのちゃんとと言ってもあれなんですけれども、私の中ではあのいい感じにくびれもできていまして、いい感じにあの谷間キューみたいな、谷間キューのあの太ももキューみたいな感じになってたんですけど、今年はねなかなかくびれが言うこと聞かん、なかなか言うこと聞いてくれなくてですね、あのまあくびれっつったってこんなビビってるもんですよ。手を使ってくびれをちょっとずつ今取り戻しております。着るだけでお腹シェイプって書いてあるんでね、ボタンを押せば腹筋運動開始って書いてあって、でアウターマッスルとインナーマッスル同時に鍛えてくれるやつみたいです。あの私はとりあえずもうこれの効果を友達からめっちゃ聞いてたので、もう友達に頼りですね。どういう風につけてたとか、どういう場面で逆につけていったとか、あの本当にながら運動なので無理をしなくていいんですよ。なのであの本当につけるだけって感じです。私実際つけてみました。今ここつけてて、でこんな感じで長押しします。でここのさ、わかる？ほら、レベルが選択できるので、そこをやっていくと、おお、来てる来てる来てる、めっちゃピリピリしてる、めっちゃピリピリしてる。これあれですね、つけた時に下っ腹をこうやって持ってきて、ここら辺まで持ってきて、全体的に EMS かけると効果あるんじゃないかなと思います。で今私レベル全部全開でやってて、でモードもここで M っていうボタンがあって選べるので、今モード1でやってるんですけど、モード2にしてまた全開にして、そうするとこのピリピリがちょっと種類が違うピリピリになるので、最後のこのモード3っていうのはドゥッ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 って感じですね。これは私は歩きながらとかながら運動をしてます。本体こんな感じですね。はい、で私 LL なので結構あのまあまあまあ、はい、太さはあって隠れるぐらいあるんですけれども、ちなみに LL はですね、ウエスト77から85までになります。ウエストちょうど78センチでございました。はい、辛いです。こんな感じでですね、ここにあの EMS がほらついてまして、取り外せるんですね。これ以外にですね、 EMS がついていないバージョンの V アップシェイパーがあるんです。なのでこれを普段私はずっとつけてました。もう撮影中でも何でも、もうとりあえずずっとつけてました。なんだろうな、これをつけてて分かったことは、腸の位置が変わるというか、腸をこう上にしてくれてるので、なんかなんていうんだろうな、すごいダラーンとした下っ腹が邪魔をしないでくれていて、めっちゃこれ効果あるだろうなと思いながら2週間つけてました。実際2週間つけた結果、私は8センチ下っ腹が減りました。いい、あの計測のところをねちょっと測るのあれだったので動画が測れてないんですけれども、ウエストは、まあ、先ほども言ったように78センチだったんですけれども、5センチ減りました。使い方とかはこの中にすごい分かりやすい説明書が入っているんですけれども、1日30分10分 ×3 回を原資としてください。でこれは何でかっていうと、あの筋肉疲労の原因となるので控えてくださいとのことです。中にはこのコントローラーの説明書が
ちゃんと書いてあるので、え、何これわからないとか、私も本当に電気機器わかんないよっていう方も大丈夫です。私もわからないんで、マジで私も電化製品弱いので全然大丈夫だと思います。これむしろ押すだけなのですごい割り簡単です。 VIP EMS マグマジェルというのが入ってます。いや、これは本当にやばい。これをお腹にまんべんなく塗って、それから履くんですけれども、その EMS の方をつけるんですけれども、これを塗った後に EMS を使うと汗がもうドゥルドゥルドゥルドロドロドゥルドゥル出てきます。みんな使ってみないと分かんないと思うんですけど、 EMS って皆さんどういうイメージですか？痛いとか、ちょっとこう筋肉を締め付けたりするっていう、多分ちょっと痛いとかいうイメージが強いと思うんですよ。なんですけど、これ実際皆さん使ってみると分かるんですが、本当に痛くないです。実際これこうちゃんも試してもらってですね、寝ながらこうトゥ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 とかってやってたんですけど、で1回につき10分なのですごく無理なくテレビ見ながらこうちゃんをやってたんですが、こうちゃんもやっぱりシュッと引き締まって、なんかまあ、モデルやってるんですけどね、本来の体になんか戻ってってましたね。皆さん見ていただいたので、最後の最後ビフォーアフターをドンドンと乗っけたいと思います。はい、ということで始める前の私のウエストこちらでございます。ごめんなさい、本当にごめんなさい。はい、まあ、でもあれです、リバウンドはしてないです。一番太っていた時というか、お腹が出ていた時とか、全然リバウンドはしてないです。リバウンドしてなくてこれなんですけど、お腹にやっぱり肉がつきやすいのでこれです。そして痩せた、これを VIP シェイパーやって痩せてきている私の今現在はこちらでございます。わかるかな、変化。結構わかると思います。っていうのは下っ腹がなくなってるので、今上のウエスト部分を減らしている状態になります。はい、ということで、もっともっと気になるサムネの水着なんなんだい、サムネの文字なしバージョンこちらになります。どうですか、痩せてましたよね、頑張ったよね、もうすごい頑張ってね、水着着たなと思って、まあ、水着審査っていうのがあったんですよ、私この時オーディションでですね。なのでこんな感じで撮らせていただきました。 VIP シェイパーね、だいぶキュッとなるので、皆さんよかったら使ってみてください。モリアリでございました。せーの、おつわり、バイバーイ。